これより事業進捗報告会を始めさせていただきます。本日、司会進行及びインタビュアーを務めさせていただきます、池部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本コンテンツは、事前に録画した映像を配信しているため、セミナー中の質疑応答はできませんので、あらかじめどうぞご了承ください。また、10月16日に本イベントをログミーファイナンスで告知した際にご案内差し上げました通り、10月18日午前10時までにログミーファイナンスを通じて受領したご質問のうち、本内容に沿ったご質問やインサイダー情報に抵触しないご質問をピックアップして、私より浦田社長にご質問させていただきます。なお、本イベントは投資勧誘を目的としたものではございません。実際に投資を行われる際は、ご利用者各位のご判断で行うようにどうぞよろしくお願いいたします。さらに、将来的な事項につきましては、事情の変化等により変更されることがあり得ることをどうぞご留意ください。それでは、浦田社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。浦田社長に私お会いするのは、今日が2回目となるんですが、今日も、もういつもと同じように、ものすごくエネルギッシュでいらっしゃいますね。そう言われますね、よく。いや、もう今日どんなお話を伺えるのか、すごく楽しみにしております。ありがとうございどうまぞよろす。しよくおろし願くおいい願いたししまます。す。それでは早速内容に移っていきたいと思いますが、まずはじめに本日ご説明いただく内容について教えていただけますでしょうか。本日、もうすでに、今年達成したいと思っている、いくつかの項目がありまして、その中の、トップラインデータ、臨床試験のトップラインデータが出てまいりましたので、すでに、IR 情報で、報告済みなんですけれども、もう少し、詳しく私から、ご説明申し上げたいと思います。よろしくお願いします。それ以外の、事業の進捗状況についても、若干、述べさせていただきたいというふうに考えております。承知いたしました。食道がんにおけるフェーズ2臨床試験のトップラインデータについてご説明いただけるということですよね。そうですね。前回の事業進捗会で、実はですね、浦田社長がトップラインデータの公表予定、ここをご説明されている部分が YouTube 再生のピークを記録していたんです。そうですか。なので、やはり投資家の皆様のご関心も非常に高い点かなと考えております。そうですね。我々もそれを肝に銘じております。では、そもそも、なぜテロメライシンを食道がんの治療薬として開発しようと、オンコリスは考えられたのでしょうか。このテロメライシンというのは、がん細胞に感染して、がん細胞を壊す、というウイルスなんですけども、もうこれは世界で、こういったことをやっている会社というのは数十社ございまして、どの会社もどういう対象を狙うのがいいのか。大変、苦労してたわけです。私もこのテロメライシンに取り掛かって、約20年、かかったんですけれども、創業者であります、消化器外科である、岡山大学第一外科の藤原教授、との、議論をもうかなり長い間重ねてまいりまして、やはりこの腫瘍様化ウイルスのターゲットというのは、食べ物の入り口から出口という ところに、狙いを定めたわけですね。その一つが口の中、喉、それから消化管、それからお尻の方ですね。こういったところがターゲットになるんじゃないかということだったんですが、それらの中でも、最も、医療上のニーズが、高いところ、我々アンメットメディカルニーズなんて言ってるんですけども、医療上の、ニーズが非常に高いんだけども、薬がない。こんな領域に、焦点を当てて、最終的に、これをやってみようというふうに、絞ってきたのが、食道がんという、こういう領域だったんです。食道がんの治療薬というのは世界でも、ないと言いますか、食道がんの患者さんで全身に転移してしまって、そういう患者さんを長生きさせましょうと、そういう治療法があるんですけども、食道がんそのものに対して、治療ができるという薬は世界中にないわけです。そうなんですね。そこを我々は、そこに注目したということであります。なるほど。もうそれは食道がんの患者様にとっては薬がないというのは非常に
不安ですし、もうたくさんお困りごとを抱えていらっしゃるということですよね。そうですね。食道がんというのは、直近の、日本国内の結果ですけれども、5年生存率は、いろんながん、難治腫瘍があるがんの中の下から5番目ということで、やはり、食道がんはまだまだ、治らない、あるいは治っても、合併症、手術の合併症で、非常に重篤な副作用を抱えておられる方が多くいらっしゃるということです。つまり、新しい治療方法が本当に必要だということですよね。そうですね。では、そういった十分に満たされていない人数を充足させるために開発したテロメライシンという薬は、どんな特徴を持っているんでしょうか。はい、先ほど申し上げました通り、我々が子どもの頃に、扁桃腺炎、喉が炎症を起こすというような病気なんですけども、これを引き起こすウイルスがアデノウイルスという、子供の頃、我々アデノイドなんていうふうに聞いたんですけど、そのアデノを、扁桃腺という意味なんですけども、そこに炎症を起こすのがアデノウイルス。そのアデノウイルスを、一部遺伝子改変をして、がん細胞では増えるけども、我々の正常な細胞では全く増えない。というように、遺伝子改変をしたウイルスがテロメライシンであります。そんなことができるんですね。理論上はできたんですけれども、本当に臨床試験で、その効果を確認できたというのは、世界でもまだ数少ない状況でありますね。そうですはよい。ね。ウイルスを使って、がん細胞だけを破壊するという、それ新しい治療方法ですよね。そうですね。考え方は1990年代からあったんですけれども、いよいよ医薬品になるということに関しては、アデノウイルスでは我々が世界で初めてになる可能性があります。なるほど。つまり、それで食道がん治療の問題点を解決できるかもしれないということかなと思うんですが、これまでどのような臨床試験を実施されてきたのでしょうか。はい。我々が、創業以来、持っているコンセプトっていうのは、がんを切らずに治したい。やっぱり、手術っていうのは患者さんにとっても大きな負担ですし、術後にも、いろんな合併症が残るわけでして、じゃあ、切らずに治せる領域が何かということで、先ほどお話した通り、食道がんという、アメットメディカルニーズの領域を選んだんですけども、それをするために、本当は、テロメライシン単独で食道がんに効くかどうかを見たかったんですが、ところが今、食道がんというのは、化学療法、あるいは化学放射線療法というのが、第一選択薬になっておりまして、最近では免疫チェックポイント阻害剤なんていうのも一緒に入れちゃうというようなことになっています。それ以外ですと、もうオペをするのか、さもなくば、有効性もそれほど高くないけれども、放射線治療単独で、あんまり副作用がなく、患者さんにも負担がないような治療というのも選択されるわけですけれども、そういった状況で、本当はテロメライシン単独でやりたかったんですけども、標準治療がある限りは、やっぱり標準治療をやんなきゃいけないと。そうすると、標準治療ができない患者さんっていうのは何だろうというふうになると、放射線単独でしか使えないねっていうような、例えばそういう方はどういう方かというと、高齢者が多いですね。要するに心臓が悪くて、食道がんの手術というのは大体8時間から10時間かかります。大変なオペです。結構かかはるんい。ですね。ですから、高齢者で心臓が弱い方とか、はもう当然手術に耐えられないですね。で、化学療法なんていうのも、非常に、ご存知かと思うんですけれども、髪の毛が抜けたり、毎日吐き気がひどかったり、しびれが出たりという、副作用がひどい。そうですよですね。から、そういう方も、そういうのも嫌だという方もいらっしゃいますし、例えば肝臓、腎臓に障害がある方は、そういう治療を受けられないと。そうなってくると、やはり、放射線治療しか、選ぶ方法がないよねっていう患者さんをまず選択しました。で、そういう患者様で、なおかつ、テロメライシンという新しい薬を、臨床試験に入ってもいいよという同意を受けた方だけで、岡山大学で、臨床研究としてやったわけですね。で、放射線治療というのは今画面に出てると思うんですけれども、6週間、だいたい月曜日から金曜日まで毎日、小線量ずつを、受ける、ベッドに座ってるだけで受けるわけですね。痛くも痒くもないわけです。多少その、喉に、炎症が起こることはあるんですけれども、癌に比べたら大した症状ではないわけですね。
で、この期間中に、この赤で囲ったように、はい。テロメラーシンを2週間おきに3回、放射線を当てる前に、内視鏡の中に、長いカテーテルを通してですね、そこから、まあ、内視鏡的に、食道がんの患部に、5箇所以上注射をすると。で、注射をして、テロメラーシンがその局所で、感染を起こすという、まあ、こういう試験を、組んでまいりました。そうだったんはですい。ね。で、その臨床試験の結果を16日にプレスリリースで発表されたということですよね。そうですね、その前に岡山大学ではすでに、まあ、フェーズ1という臨床試験をやっておりまして、その段階で、大体まあ50%以上の方が、何らかの食道がんの縮小、あるいは消失ということが認められるということがある程度分かってましたんで、それを今度は企業治験として、全国の17の、臨床施設で、今回、臨床試験をやったと。で、それが本当に再現できるかどうかということを確認した試験であります。なるほはい。ど。その16日に発表されたプレスリリース、こちら拝見したんですけれども、日常生活の中では見慣れない専門用語がいくつかありはい。あ、ましそうですた。ね。はい。ちょっと私もわからないので、ぜひ教えていはたい。だきたいんですけれども、で、一般個人の投資家の皆様からも事前質問という形でいただいておりはい。ます。はい。LCR 率、また LRR 率、こちらどういう意味なんでしょうか？はい。ここに出ております通り、LCR というのはローカルコンプリートレスポンス。ローカルというのは局所でということですので、まあ、標的とする、先ほどまあ、内視鏡の写真ありましたけども、そこの、局所での、がんが完全に消失した、いわゆる内視鏡、あるいはじゃなくて、およびですね、生検検査、まあ、組織を少し取って、がんがあるかないかを、確認して、内視鏡的にも、それから病理的にも、全くがんがなくなったというのを、ローカルコンプリートレスポンス、LCR と言います。なるほど。で、まあ、食道がんの場合にはですね、実は、じゃあ LCR にならなかった人は何かっていうと、この下の方に書いてありますけど、ノン CR、あるいはノン PD、PD というのはプログレスディジーズといって、まあ、悪くなるという。要するに、完全に治ってないけど、悪くもなっていない。というところに、こう入っちゃうんですね。で、これは、やっぱり、とはいっても、そのノン CR、ノン PD の間にも、やっぱり CR、要するに治ってる方により近い、まあ、癌があるんじゃないか。ということで、食道学会が、まあ、最近、この LR という、まあ、概念を導入してですね、ローカルリマーカブルレスポンス、局所での著名改善例というですね、ですから、例えば巨大な、あるいは非常に深いところまで行ってる、がんがあったけれども、ある治療をして、それが、まあ、いわゆるステージ1というような、まあ、非常に、初期のがんのような状況に戻っていると。でも、完全には消えてないけども、そのステージ1というのは非常に初期のがんのような状況になっていれば、そうすると次は、まあ、例えば内視鏡で、切って取っちゃうとか、あるいは、まあ、光免疫療法なんていうのが今、まあ、あるんですけども、まあ、そういった、少し変わった治療を選択できるという、まあ、患者さんの選択肢は、まあ、特定できる。ということで、この、いわゆる、著名、改善例という、まあ、ローカル、リマーカブルレスポンスですね。こういった、概念が導入されております。で、こういう患者さんっていうのは、やはり、予後がいいというのは、やっぱり生存率が非常に高くなって、そうじゃない方々、非常に、いわゆる PD ってありますけど、プログレッシブディジース、あるいは、まあ、あんまり小さくなってない。そういう方は、まあ、割と早くお亡くなりになる場合があるんですけど、この2番の LRR になると、まあ、非常に予後がいいという結果も出ております。なるほはい。これど。は、食道学会でも認められた、クライテリアになってますね。わかりまはしい。た。勉強になりました。ありはがとい。うございます。では、それを踏まえまして、次に、もう、ここ、本当に気になるところなんですはい、けれどはい、も、どうぞ。テロメライシンの効果について、ぜひ教はえい。ていただけますでしょうはい。か。はい。こちらが今回の結果なんですけれども、まあ、今回、完全に、いわゆる内視鏡中央判定委員会といいまして、まあ、3名の先生が、すべての、今回の治験の症例の内視鏡を、くまなく調べていただいてですね、その中で、今回41.7%の方が、まあ、誰が見ても完全に癌が消えていると。
まあ、こういう結果が得られました。これすごいですそうでね。すね。がんの臨床試験、薬の臨床試験で、40%以上の患者さんで、まあ、消えたというような例は、今まで世界でも報告されてなくてですね、まあ、この40%というのは、まあ、高いのか低いのかという議論はあると思うんですけども、まあ、我々としては非常に良い結果であったというふうに、考えております。ですよはね。い。その基準というのが、はい。まあ、この30%のところに、まあ、横線が引っ張ってあるんですけれどはい。も、これは、まあ、10年以上前に、食道学会で、まあ、全国からいろんな症例を、登録していただいて、まあ、その時に、まあ、CR、まあ、完全に治った、あるいは治っただろうという患者さんを含めて、30%ぐらいの方々が、特に、まあ、ステージ2とかステージ3という、まあ、やや進行した方に対して、はい。まあ、このぐらいの数字であったと。我々の試験もステージ2、3でやってますから、まあ、同じ土俵なんですなね。るほど。で、この30%と40%っていうのが、はい。まあ、どうかということがあるんですけれども、まあ、これは、まあ、食道学会のデータというのは、あくまで担当医が、まあ、治っただろう。あるいは多少、まあ、残ってても、まあ、治ったというふうな判定した、された例もございますので、まあ、若干、高い数字として出ているわけでございますけれども、まあ、一つの基準として我々は、確実30%上回った数字を出そうということで、まあ、私としては成功したと思っております。で、その右の赤いバーなんですけれども、これは先ほど申し上げた LRR という、著名にがんが縮小したという方々も含めると58.3%という非常にまあ高い成績が得られまして、ものすごく希望が持てますよね。そうですね。まあ少なくともこういう方々は手術をしなくても非常に生命予後が良くなると。まあこういうような結果が出てきたことは、まあ我々にとって非常に大きな結果ですし、もちろん食道がんの患者様にとっても、こういう治療法、選択肢が一つ増えるということは、大変医療上大きな意味になるというふうそうに考ですえよておりまね。す。はい。心強いですよね。はい、ありがとうございます。で、本当にいい結果が得られたということなんですけれども、ただですね、これも本当に率直なご質問なんですけれども、ウイルスを使った抗がん剤といいますと、やっぱりどうしてもこれ安全面ってどうなのかなっていうところがちょっと気になってしまうんですけれども、副作用の方についても教えていただけますでしょうか。こちらに出ている通りでございます。今回、臨床試験で行いまして、はい。まあ、このテロメライシンと、担当医が関連性があるよね、とあ、いうふうに判定された副作用のうち、はい。主なものは発熱ですね。大体半数の方に、注射直後に発熱が出ます。まあ、これは風邪ひいた時に熱が出るのと同じことで、ウイルス感染しました。ということで、大体38度から39度ぐらいの熱が、一晩だけ出ると。まあ、こんなような結果であります。それからもう一つ、ございます。リンパ球数減少、またはリンパ球減少症という、まあ、こういう副作用が報告されております。これも、50%近く、報告されているんですけども、まあ、これは、放射線治療でも、まあ、当然起こる副作用でございまして、まあ、担当医の方も、まあ、テロメライシンか、放射線かどっちかわかんないけど、少なくともテロメライシンには関連してるよね、という、ふうに判断されたのが、まあ、50%弱の方がいらっしゃいまして、この、まあ、この発熱とかリンパ球減少というのは、治験が終われば、もう、また元に戻るということで、不可逆的に何かが起こる、変な病気になる、というような、副作用ではありませんでした。で、これについては、まあ、これまでアメリカ、あるいはアジア、などでたくさん臨床試験やってきたんですけども、全く、副作用のパターンとしては同じようなパターンでございました。そうなんですそういうね。意味では、化学療法のように、はい。まあ、毛が抜けるとか、肝臓腎臓が悪くなるとか、神経症状が出るとか、そういった副作用は全く、ありませんでした。まあ、特に今回の臨床試験は、平均年齢が83歳、80代以上の方が、まあ、全体の4分の3を占める、まあ、こういうポピュレーションの中で、まあ、これだけの副作用で済んだというのは、まあ、大変安全に使える薬ではないかなと。そうですいうふうに、ね。まあ、我々は評価しております。ご説明ありがとうごはざい。います。浦田社長ご自身は、今回のこのテロメライシンの結果をどのようにご覧になっているのでしょうか。はい。まあ、先ほど来申し上げておりますように、まあ、大変喜ばしい結果でありますし、まあ、ほとんど治療の選択肢が限られている、
あるいは食道がんに対する新薬もほとんど出てこない。まあ、こういう状況の中で、食道がんに新しい、まあ、治療の選択肢が、まあ、出てくるというのは、大変、まあ、私は有意義な結果でありますし、まあ、私だけではなく、この臨床試験を行っていただいた主要な、臨床科の先生方も、大変意味のある結果であるというふうに評価していただいております。あ、そうですね。先ほど少しグラフが出ましたけど、生存率に関しましても、はい、左側の、結果が、食道学会の10年ぐらい前の結果なんですけども、だいたい1年生存率が 57%、1年半になります 40%、 そこからまだどんどん下がっていくわけですけども、だいたい 70% ぐらいの方が1年間生存、まあ、1年半経っても 53%。 ただこの中には、いわゆるがんでお亡くなりになった方ばかりではなくて、例えば放射線による、まあ、影響でですね、肺炎になったり、それからあと、まあ、他の疾患でお亡くなりになったりした方も入っての数字でございます。ですから、例えば本当にテラメライシンの、まあ、臨床試験で、がんだけでお亡くなりになった方っていうのは、はい、今日までまだお一人かお二人しかまだ報告されていなくて、まだこれからまだフォローアップして、長期生存を見ていく予定なんですけれども、大変優れた生存率の結果でもあるというふうに評価しております。ありがとうございます。でまたですね、投資家の皆様からいただいた事前質問にもあったんですが、はい、今、浦田社長からご説明いただいた他にも何か臨床的ベネフィットありましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか。はい。やっぱり食道がんの一番、まあ、体に応える症状というのは、嚥下障害、要するに飲み込めないということで、で、そういった方々を臨床試験を終わってみますと、はい、大体、そういった方の7割以上の方が、はい、何らかの形で、まあ、ものが飲み込めれるようになったという結果があります。特に、非常に、もう、だから水分しか飲めないような、うん、もうガチガチに固まったような、方もいらっしゃったんですけれども、そういう方はもう、大体、ほとんどの方が、流動食あるいは固形物まで飲み込めるようになっているというような結果になって、やはり食道がんの治療で一番問題になるのは、はい、物が食べられなくなることなんですね。そうですよね。ですからどれだけ全身治療をしても、結局食べられないから、はい、まあ、体もなんとなくこう元気がないし、免疫のも上がらなくて、残念ながら治療にの成績が良くないという方もいらっしゃるんですけど、今回食べれるようになった方というのは、まあ、大変お元気になって、はい、退院されたというふうに聞いております。いや、もう本当に物が飲み込めるっていうのはもう大きな喜びですもんね。そうですね。精神的にもいい影響が与えられる、はい、ということですよね。はい、そのとおりです。そして今回の結果を発表されるにあたりまして、お医者さんたち医師による専門委員会が開催されています。はい、個人投資家の方から事前質問として実はいただいているんですが、臨床現場の先生方と浦田社長がお話をされた際に、何かこう興味深いエピソードなどございましたら、もうお話しできる範囲で構いませんので、ぜひ教えていただけませんでしょうか。そうですね。まあ、いろんな先生のお話も伺いました。はい。で、当然、まあ、非常に聞く例っていうのは、非常によく聞くんですけども、うん、大体どの施設にも有効例がまあ出ておりまして、まあ、その中でも、例えば、食道の周り、この管になってますね。はい。この周りに、大体、15センチ、まあ、いわゆる長さ測るんですけども、一番長いところで15センチぐらいの大きな、腫瘍があってですね、はい、まあ、結果的にそういう方は、著名な縮小を示しまして、まあ、先生方も、まあ、これだけ聞くとは思ってなかったというような、お声も聞いておりまして、はい、まあ、それなりの効果はあったんじゃないかなというふうに思っております。現場の先生方のお声というのも本当に説得力のあるものですよね。そうですね。食道がんで、まあ、化学療法なんか受けられてですね、また、まあ、社会復帰しておられる方もたくさんいらっしゃるんですけども、はい、まあ、今回の試験でも、もう社会復帰された方もたくさんいらっしゃるんですけども、普通に退院ができて、はい、普通の食事ができて、普通の生活ができるようになったというお声を聞いておりまして、まあ、それは大変心強い結果だというふうに思いますね。そうですね。はい、もう本当に嬉しいですよね。さて、10月16日に発表されましたプレスリリースでは、
2024年下半期の承認申請に向けて準備を進めると述べられています。投資家の方からも実は多くご質問をいただいているのですが、テロメライシンの有効性が確認され、患者様もテロメライシンを待ち望まれていると思うんですが、こちら、承認申請に際し、具体的にここからどのような準備に時間が必要なのか、こちらについてもお話聞かせていただけますでしょうか。はい。これが大変まあ重要なところなんですけども、はい。承認申請に向けて、まあ、大変膨大な資料を PMDA あるいは厚生労働省に出さなきゃいけないんですけれども、うん、はい、まあ、その第一歩が固まったということで、うん、まあ、今回のトップラインデータが出ました、はい。まあ、それ以外にも今出ておりますけれども、まあ、製造ですね、はい、商用製造に向けて、本当に定期的に安定供給できるような製造にまで持っていかなきゃならない。これはもう今まさにやっておりまして、来年いっぱいかけて、まあ、これをちゃんとやっていきたいというふうに考えております。それから次に製造販売体制。はい。これは我々、まあ、ベンチャー企業でございますので、販売部門を持っておりませんし、まあ、当然、その商用製造販売になりますと、はい。まあ、いろんな施設で使われるわけですから、副作用の報告とか、まあ、いろんなものがあって、これを全部、国家に報告しなきゃいけないんですけども、はい、まあ、そういう体制を作るために、まあ、当社だけではなく、まあ、いわゆるディストリビューションをできるような、国内製造所ですとか、はい、国内製造所って言っても別に国内でウイルスを作るわけではなくて、国内で最終的にパッケージをして、はい、臨床施設に持っていけるようなそういう形を作るという製造所ですけども、はい、そういったものも作らなきゃいけない。4番目にありますように、実際に、では、臨床現場で、うん、まあ、先生方にも説明をして、まあ、使った上での副作用なんかも、ちゃんと先生方とちゃんと相談できる。まあ、こういう体制を作らなきゃいけない。まあ、このためには、国内の製薬メーカーとパートナーを組まなければならない。はい、まあ、こういったような、段階が残っておりまして。なるほど。で、商用製造に関しては、まあ、はい、来年、まあ、一杯かけて、なんとか安定性試験まで持っていくんですけれども、うん、国内製造所に関しては、まあ、前回、私も、こういった場面でお話したときには、半年ほど遅れそうだと、いうふうにお話したんですが、はい、まあ、我々、いろいろネゴシエーションしてまいりまして、はい、まあ、国内製造所は、まあ、予想よりは、早く契約できるのではないかなと。そうですね。少し、まあ、明るいニュースも来ております。楽しみですね。はい。それから、あと、国内の製薬メーカーさんなんですが、はい。まあ、今回、この、トップラインデータの結果をご覧になられて、話を聞いてみたいという会社が、複数出てきておりまして、まあ、今、取り急ぎ、そういった会社さんも含めて、はい。どういったパートナーと組んだらいいのか、まあ、そういったことを今、非常に急いで、はい。どっかに決めていこうというふうに今、動いております。まあ、できれば今、株主の皆さんにお話しているのは、年内に決めたいと申し上げておりますが、まあ、年内に1社には、まあ、最低限絞って、報告できればというふうに考えております。はい、そちらも楽しみにしております。はい、超えなければならないハードルはあるんでしょうけど、でも希望の光というのはますます強まってきていますよね。そう思いますね。医療現場の先生方もからもいろいろ話が来ますし、ちょうど、はい、今日本がん治療学会が横浜パシフィコで行われているんですが、はい、我々社員もそこに出向いて先生方と、まあ、今回の結果についていろいろお話を聞いてですね、まあ、今後どうやってやっていきましょうかと、あるいはまあデータどう読みましょうかというようなことをこれから積極的にディスカッションをしていく予定にしております。わかりました。楽しみにしております。ありがとうございます。では最後に浦田社長から投資家の皆様へコメントをぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、このテレメイシンのトップラインに関しましては、まあ、10月にちゃんと発表するということで、なんとか皆様のお約束は守れたんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回の結果というのは、まあ、いろんな見方はあります。第3層臨床試験のように、対象薬、あるいはプラセボと比べて、統計学的な有意差が出ましたという結果ではないんですけれども、当初のテロメライシンというのは、再生医療等製品という中に、組み込まれるような、医薬品でございまして、必ずしも統計学的有意差とか、そういうことを要求されているわけではなく、正しく臨床的な意義を、まあ、説明できるだけのエビデンスを、まあ、我々は、
PMDA に出していくわけですけども、まあ、そういった準備が整ってきたというふうに考えております。で、現段階では2024年末までの、承認申請、という目標は変えておりませんし、おそらく、まあ、PMDA も、まあ、厳しく我々を審査するとは思うんですけれども、まあ、我々それに負けないだけのエビデンスというものを、投げかけていきたいというふうに考えております。特にまあ、こういった承認申請まで、まあ、自分たちが開発してきた薬を持っていけるというのは、まあ、どんな大手製薬会社さんに行っても、まあ、一生に一度二度あるかないかぐらいでございます。まあ、そういうことを考えますと、今社員も、大変承認申請に向かうということで、大変エキサイトしておりますし、そういった力を私は信じて、まあ、これからもやっていきたいなというふうに考えております。浦田社長、パワーあふれるメッセージ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。以上で事業進捗報告会を終了いたします。この度はご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。ウェビナー終了後、アンケート画面に移りますので、ご回答いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。